あ、できた。ヨーブラザー、白瀬ゴールドです。今日もご視聴よろしくお願いいたします。ディストリクトユニオンアリーナという面ですね。こちらのサイコ9のレジェンダリーを、まあ、ちょっと、フレンドの皆さんと一緒に行った動画になるんですけども、まあ、まず最初ですね、まあ、解説というか、まあ、僕の作ったビルド、メシアというビルドがあるんですけども、まあ、そちらを使って、まあ、立ち回りながらちょっとやってみたっていう動画なので、まあ、ちょっとお話ししながらね、解説していきたいと思います。まず第一ステージ、門入るまでですね、建物に入るまでのとこなんですけども、ちょっと最初何のビルドを使うか決めてなかったんで、リリース前の、妨害回復ビルドですね、名前もないんですけども、それをちょっと使って、まあ、適当にちょっとうろうろしながらやってしまったんですけども、まあ、こちらはですね、ブラインダーと、まあ、ケミランチャーのレインフォーサーを使って、まあ、回復させながら敵をブラインドしていくっていうのなんですけども、クリーピングデスを使ってブラインダーを使うことによって、例えば1人にしかブラインダーつけなかったりするとクールダウンが、まあ、半分とかになるんですね。要するに15秒ぐらいで回ったりするんですけども、このようにね、10秒とか12、13秒ぐらいですかね。でこれが例えば目いっぱいターゲットつけてしまうと24秒のスキルクールダウンになってしまって、例えばタッグチームであったり使っていかないともうほぼ回らないんですけども、今回の場合はクリーピングデスのクールダウン15秒に合わせてスキルクールダウンを1人にしかこうターゲットつけないっていうことによってクールダウンをね合わせていって、まあ、邪魔性能をこの維持したまま、1人にしか付与しないんでスキルクール13秒でしょ。それプラスクリーピングデスの15秒のスキルクールダウンに合わせたジャマーの運用法っていう感じのビルドで、あとは高回復とエキゾアーマー作ることによってみんなサポート力もアップしていくっていう、まあ、全体のバフ乗せとジャマーと回復力っていうようなビルドで、まあ、第一ステージやったんですけども、ちょっとね、面白みに欠けるってところで、この次からメシアですね、スーパーハイブリッドのスキルマン、ショックトラップを使って、スティンガーハイブを使って、足を止めながら火力出しながら、エクスクブローシブデリバリーっていうんですかね、ハイブとかショックトラップとかああいう置物系を投げておいたら、その着地地点が、まあ、フラッシュ、フラバンじゃないな、普通のコンカッショングレネードになるっていうビルドです。まあ、今回のメシアを使って、レジェンダリー皆さんとね、火力メンバーと、まあ、もう一人スキルマン、スキルマン2人、火力2人という構成でいく感じになります。はい。で、今回、まあ、ディストラクティブってその5点縛り、弾がなくなったり敵が特殊弾を使ってきたりとかする、まあ、設定を外して普通のレジェンダリーですね、かなり難易度は低くなります、5点盛りに比べると。なので、まあ、簡単な普通通常のレジェンダリーを、まあ、ちょっとやってみようかなっていうノリで皆さんと来ました。でこういうふうに、ね、タンクが詰めてくるのに対してやっぱりブラインダーがないこのメシアっていうものであれば、このショックトラップと、まあ、このハイブを置いて相手を止めていかないといけないんですよね。まあ、味方の効果力で潰していただいてるんですけども、ちょっとこういうメシアの場合はこう長い直線のところは結構苦手なのかな、うん、ショックトラップの周りがやっぱり遅いんで、結構ショックトラップのクールダウンの間どうね、つなぐかってところが、まあ、課題の一つですかね。それを一応なんとかクリアしてまたビルド組み直したいなという考えはあります。で先日ちょっと公開させていただいたエンデバーっていうビルドに関して言えば、レジェンダリーの5点盛り想定で、まあ、そこら辺のクールダウンが全くなくて前線を仕上げるっていうところで仕上げたみたいなんです。こういう感じでメシアの場合は局所的に圧倒的な足止め作業ができるんで、相手が詰めてくるのを防ぐとか、こっちはそのスティンガーハイブとかで敵をカットしていくとか、そういうなんだろう、ことに特化した
人ですかね、まあ、要するにショックトラップでしっかりと炎上とかではなくて足をしっかりとビリビリ止めることによって味方のスナイプがねしっかり当てやすい状況にできるってところが、まあ、メシアと一緒に周回する、まあ、このようにねショックトラップいっぱいやって相手がショックで止まって打ちやすいんですよね。で近距離であればガルバナイズショック受けたやつの 20m 以内にいればこのようにボーナスアーマーも乗って生存率も高い味方が多少ね生存率も上がるみたいなビルド、これビルド紹介動画またね分かりやすいように上げ直したりとかも考えてますんでそれの方もご視聴いただければと思うんですけども、そうですね、あとはもう本当味方の方のね火力がある前提でこうスキルマンが生きてくるっていうのはあると思うんで状況状況ですかね、進み具合、あとこう入った時にちゃんとこう投げるところをね考えてやる、そうすることによってコンカッショングレネード要するに背後を投げたところにコンカッショングレネードの威力が乗って相手をねちょっと圧力をかけていくことができます。まあ、ここはロボットしか出ないんでショックトラップの方は温存してますね。で次のステージで多分使ってるんじゃないですかね。ただこのスキルの展開する場所をねちょっと襟好みしながらの立ち回りになるんで、まあ、このショックトラップ自体すげえ強力でこのように相手が止まりまくるんでカットは非常にしやすいですね。で止まったところにエクスプロージブデリバリー、これがまあ確定キルムーブと呼ばれるのやり方なんですけど、まあ、スキルマン邪魔性能がありながら味方のサポートもしつつこのコンカッショングレネードをね3秒で投げまくることができるってことが今回のコンセプトの一つ、まあ、変わり種なんですけども、こういう感じでね爆発みたいな、で自分でもコンカッショングレネードを投げながら相手に圧力をかけてでハイブを投げる、そこの着地点が爆発するね爆発しますみたいな、でスティンガーが飛んでくる。まあ、こちらの面はね、まあ、直線が続く面になるんで非常に戦いやすい面ではあるんですけどね、ただしっかり止めないで突っ込まれてしまうと味方に迷惑かけてしまうんでそこは前線をしっかり陣取りながら、スキルマンなのに前線をのもしっかり維持しながらやるっていうのが重要ですかね。簡単には言うけどね、結構ガルバナイズとかボーナスアーマーが乗りながらとかじゃなければ結構怖いですね、いくら特殊弾がついてないただのレジェンダリーだとしても相手は意外と強いんで、これにね5点盛りにトライするってことで特殊弾とかが乗ってきてしまうとかなりビルドを選ぶことになる。通常のビルドとかであればまあスキルも回らなければ弾もなくなってしまうみたいなところなんで、やっぱりスキルマンのビルド構成が非常に重要になってくると思いますね。早い、ボスさん早いよ、何もしてない。あ、じゃあここ置いとくね、ここに。メシアを置いてます。出てくる場所が分かればそこにショックトラップ置いてで味方のブラインダーと込み込みでいくとこのように処理が早いって感じです。まあ、これぐらいだったら別にどのねビルド構成とかでもこのステージは余裕なんです。その次とかは、結構難しくなってくるのかな。でディストリクトユニオンアリーナなんですけど、僕一緒に来たのは2回目なんでね、レジェンダリーで来たのあんまりここに湧いてくるとかってあまり覚えてないんですけど、まあ、シンプルな面なんでね、あとドローンも意外と少なめなんでレジェンダリーっつってもねしっかりカットしてくれるメンバーといえば対して圧力もないし、まあ、メシア使って十分戦えるんじゃないかなって。これ動画一つ出してるんでね、もしこういう戦い方も面白いなって思ったらそっちの動画を見てビルドの構築の方ねぜひ参考にしてもらえればっていうところになります。やっぱPVE とね PVP 両方使えるっていうビルドのコンセプトなんですけど、基本的にはレジェンダリー5点盛りっていうね
ところを目指して今度ビルドを作りましたんで、そっちのエンデバーの一緒に見てもらえます、まあ、どっち使うかは皆様次第なんですけども、戦い方ですよね。どういうあの戦い方をするのが好きなのか、ね、あとはショックでビリビリさせるのが好きなのか燃やすのが好きなのか、そこら辺でちょっとチョイスの方をしていただければと思います、はい。で、あとこのランチャースキルっていうのが非常に有能で、レジェンダリークラスになるとね、こうロボットとか多めに出てくるんで、ロボットのね、相手に 12% ダメージが乗るとか、そういうところもやっぱランチャースキルのいいとこなんじゃないかなと僕は思います。お願いします。結構上の方に投げてあげると、こうやってね戦場全体をショックで止めることができると。こうやってまあジャマー性能がね永続的に加わるっていうところを意識すると、より味方が戦いやすくなるんじゃないかな。スキルマンはまあこうやって前線にいながらにして相手の敵の動きをこのようにコントロールしながら、まあ、火力の人に敵の居場所を教えて差し上げたりとかするのが重要なんじゃないかなと。ああ湧いたなって思ったらそっちからまあ来ないようにタイム投げてあげたり、まあショックグレネードを EMP グレネードを投げてあげたりとか、そこら辺の冷静な判断をしてあげるといいんじゃないでしょうかね。そう、こうやって敵がいっぱいいるところにこう投げてあげてショックを展開していくと。これは嘘。そでエクスプローシブデリバリーを付与していく。いろいろスキルマンって本当人によってというか、そのビルドによってもうスキルってもう全然色が違うじゃないですか。だからこんな感じで使うものによっては本当戦い方がね圧倒的に変わりますんで、だからねみんな本当好きなスキルとかあればそれをねどう生かすかっていう、そのタレントとあのギアの構成とかを考えていろいろやるのがすごい楽しいと思いますね。ビルドは例えば銃器が好きな人であればやっぱりあの敵を撃って倒すっていう構成になってしまうと思うんですけども、まあ、もしディビジョンがね好きっていうことであれば、その戦い方がね本当千差万別というかあのいろいろあるっていうのがこのディビジョンのいいところの一つでもあると思いますので、使われていないであろうショックトラップのスキル、インシネレーターっていうんですか、ね、そのドラゴンブレス系の、まあ、ワンで言ったらそのヒタレっていうんですかね、そのヒタレを使ってみたりとか、使われてないやつを使って運用級のレジェンダリーで運用できるよう級 の, あの構成にしていくっていうのも非常にあのやりがいの一つ、ビルダーの一つ、食材の料理をするのが非常に楽しい。でこうジャマーパルスがないとねドローンどうするんだってなるかもしれないです。意外とあのドローンが飛んでくる面であればスティンガーハイブをしっかり貯めて投げておけば、そのスティンガーハイブがあのドローンをね倒してくれたりするんで、結局スキルもあの使い方なんですよね。結局あのなんだろう、敵の、ね、特性を理解 してない、あるいはスキルの特性を理解していないとかでドローンには邪魔しかないでしょみたいな、その、 あの非常識な常識、これ皆さん常識だって思われるかもしれない、非常識な常識なんですよね。だそれをあのいやこういう方法もあるから使い方によっては有効だというところをちゃんと理解してやると、そのスキル構成の2つしかないつけれないスキル、2つしかつけれないタレント、ね、そこら辺の構成をね組み直して自身で組み合わせることができるんじゃないかなと僕自身はね思ってビルド作りしてますけど、そう
ぱり僕の目指すところはレジェンダリーの5点盛り、これもあの達成は一応させていただいたんですけども、あのヒタレを使ったエンデバーっていうこの炎 の, あのビルドですね、火のビルドで、ハードワイヤードを使ったビルドになって、まあ、今回のメシアとはちょっと違う話になっちゃうんですけども、非常に作るのが簡単。あの例えばあのオフェンス特性とかディフェンス特性ってアーマーチのマックス数値のやつが手に入って、なおかつサブ特性の入れ替えなんですけども、スキル特性のハードワイヤードに関してはもう厳選もクソもないんですよね。でそれをレジェンダリー5点盛り用のビルドとしてリリースさせてもらいましたんで、皆さん本当ね、今回メシアの動画なんですけども、あのエンデバーね1日で作れるんで、ぜひ作ってレジェンダリー5点盛りね、あのちょっと火力の強いメンバーと行ってみてくださいやっぱりあのレジェンダリークラスになると、さっきも言ったんですけど、ロボットが出たりとかタンクが出たりするんで、あの結局スキルマンだけだと落とせないんですよ、なかなか高速では。ただジャマーであったり EMP グレネードであったりで援護することはできるんですね。で実際にそのジャマー貼ってダメージにもなりますし、なのでそういったところで火力の方が戦いやすい状況を作るプラス、自分も火力に貢献する、でモブに対しては圧倒的な力を発揮するみたいなビルドを考えてあげると、火力ぶりのメンバーやりやすいですよね。でさらにはボディにエキゾアーマーとかがついててくれれば、あれスキルマンのね装備なんですよ、あのエキゾボディアーマーって。あの火力ぶりの人ってちょっといろんな話しちゃいますけども、火力ぶりの人っていうのはやっぱりあのアーマーつけたくないですよね、ボディアーマーで。タンクの人も、タンクの人もね、アンブレイカブルとかつけたかったりするんですよ、別のタレントつけたかったりするんですよ、ボディに。なのでエキゾアーマーって前衛の人、タンクと火力の人って結構つけたがらないんで、ただスキルマンがつけるのは全然ありなんですよ。あのスキルマンってあの皆さんね、あのそんなことないと思う方もいると思うんですけど、あのタッグチームって結構使う人いますよね。あれって基本的にオーバーステータスになりがちなんですよ。要するにスキル構成が、あのスキルクールダウンの長さと、あの他のタレントのスキルクールダウンの長さが噛み合わなくて、それ単体でしか発動しなかったりするんですよ。例えばクリーピングです、15秒なんですよ。なので15秒より早く回したところで意味がないみたいなタレントが結構あったりするんですね。なのでタッグチームであったりその他のあのボディタレントってあんまりね、あのフル食できないんですよね。フルで調理できない。なのでボディにスキルマンのボディって意外と遊んじゃうところではあるんです、実は。もうちょい待って、あと実は例えばブラインダータッグチームでスーパー高速であの敵に対して4カ所5カ所とかつけて撃ちますよって、そのためですよって言うんですけど、その4カ所5カ所とかあのいろんなところに散らばってる敵に合わせてる間に、本来であればねもうすぐ撃てたはずのクールダウンが例えば5秒6秒10秒でブラインダーが回るんですって、例えばねタッグチーム普通に打たなきゃいけなかったりとかダメージ与えなきゃいけなかったりとかする中で、例えばね10秒でブラインダーが回ったとするじゃないですか。で例えば10秒でブラインダーが回ったと仮定してチェック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 ってつけながらやると、もしかしたらね15秒20秒とか経っちゃってるかもしれないですよね。要するにスキルクールダウンをせっかく頑張ってやったのに、あの状況によってはもうなめしたら15秒で回ってるよみたいな、20秒で回ってるよみたいな感じになっちゃうんですね。そうなってしまうとブラインダーのスキルクールダウンが例えば24秒だとしたら、あのブラインダー1人2人にしか当てないで、スキルクールダウンってあるの少なくなるんです、半分になるんですよ。
でフルで当てるとあのマックス24秒かかったりするんです。このからくりがあるんで一人にしか当てないでクリーピングですとかでやってもう90点出ちゃうんですよね、ブラインダーに関しては。だからブラインダー、クリーピングです、タッグチームとかっていう感じにしちゃうともうタレントが重複し合って消し合っちゃって、味打ち消し合っちゃって何食ってるか分かんねえみたいな感じになってしまったりするんですね。だそういうのを避けながらたった2つ の, あのスキルとタレントの構成で90点出せるみたいなことでしておけばボディーアーマーにスキルマンがあのエキゾアーマーつけてみんな大喜びみたいな、火力ぶりの人を喜ぶ、タンクの人を喜ぶ、あじゃあ俺アンブレイカブルつけれるからアンブレとエキゾの効果でむちゃくちゃタフルじゃんみたいな感じのタンクの人大喜びですよね。だそういう立ち回りがあのそういうビルド構成か、立ち回りというかビルド構成がスキルマンでは非常に喜ばれる。であのジャマー性能のね CC ビルドっていうのはもう結構紙っぺらなのにそのエキゾアーマーとかをつけないであの敵陣の中で生き残れみたいな結構言われたりするじゃないですか。それって結構本当に上手い人練習してもね、上手い人じゃないとやっぱああいうのって結構できないんですよ。あの無理言っちゃってるみたいな感じになっちゃってるんで、そういうことではなくてビルド構成であの理にかなった感じでやるのが僕はね非常に重要なのかなと。ビルド作りに関してはね、もちろんプレイヤースキルで補えば別にいいんだっていう感じであれば自分に合った専用機って感じでそういう難しいビルドを使うのは全然 OK だと思う。僕はそれで上手い人のね、こういう上手い人いるんだって思えば非常に楽しいし、あすごいなと純粋に思うんでいいんですけど、ビルダーとしてはね、やっぱりパッケージ化されたビルドを作るのであればそういったプレイヤースキルに左右されたりとか、ね、使う人に使い手さんに無理させてしまうあのビルド構成ですかね、要するに紙っぺらなのに生き残らなきゃいけないような設定だとやっぱりあの欠陥品ですよね、パッケージ商品としては。あくまであの例えばあの自作 PC ですよね、それはもうもはや壊れるかもしれない、自作 PC パッケージ化されたその製品ねを作らなきゃやっぱビルダーではない。ただその人のためにカスタマイズしてあげるビルドダーっていう考えもあるんですけども、それはまた別のお話っていうことで、そうこう言ってる間に結構あの進んできましたね。でメシアの性能としてやっぱりこういうね固定化されたあの場所で広範囲で敵を止めることができる、あるいはその広範囲でガルバナイズのボーナスアーマーを付与していくってことで生存率が高い。で青に1個振ってることによってガルバナイズも発動することによって生存率、この前線でね前線を張れることができるってところがこのメシアの性能の一つ特性の一つなのかなと僕は思います。で何度も言うんですけども動画ねメシアの動画また今度出します、よかったらご覧になってください。はい、そろそろ大詰めですかね。でちょっとね僕はレジェンダリーのディスクドリオユニオンアリーナの経験があんまなくて、最後のボスがねなんか必殺技打ってくるじゃないですか、隠しみたいな、あれがねちょっと危ないんで皆さんね気をつけてくださいね。でその前にこちらのロボットですかね、犬ロボットがめっちゃ出てくる面、はい、ここの攻略なんですけども、はい、こうやってねショックとかね結構動かなくさせてやることが結構犬対策はねまあまあなのかなと、メシアに関しては他のビルドよりは。これジャマーとかだとね永続的にほらこれ永続的に止まるじゃないですか、だからジャマーで止めるよりはね犬に関してはショックトラップがね僕個人的にはねいいと思います。新しく作ったエンデバっていうのがショック系じゃない、ショック系じゃなくてその電波障害の EMP グレネードとジャマーパルスで対応するビルドってことで構築したんですけども、やっぱりねこの犬のステージに関して言えばやっぱショックトラップが優秀でしたね、僕の感覚では。
まあ、普通にこの普通のモブに関してはこの出血とその出血配布とあのエクスプローシブデリバリーっていうものがあるんで、まあ、それで十分対応できた。でタンクもこう出てくるんです、このステージは。やばいやばいことになってる。だから今ちょっと失敗しちゃったんですけど、その犬倒した後にモブ倒して、でショックトラップをこの右の扉から出てくるタンクのところにぶち込んでいればパーフェクトでしたね、うん、だからかなりメシアはここのなんかあの赤いなんかボンベがいっぱいあるここのステージ、キッチンですかね、キッチンのところはかなり向いてるんじゃないかなと思いました。出てくる順番さえ覚えてればあの犬も止めれれば、で犬止めてモブ出てる間にショックドロップもう一発撃てるのであれば、最後の右から出てくるタンクのね足止めもできるし、ここはもうメシアがもう刺さるステージですね、このキッチンに関して言えば。まあなんかステージの攻略もうんちくたれてるってそういう動画ではないんですけど、まあビルドのねお話ししながらこうやって、まあ、レジェンダリーねこういいメンツでいけばこうやって楽しくねあのちょっとゆったりやりながら30分とかでクリアできちゃいますよみたいなので見てもらえるとあのいいのかなと。メシアの場合はこういう風に立ち回れば一応ついていくことはできますよと。そのなんかあのレジェンダリー入ったらいやもう全然ついていけねえわ、足引っ張っちゃってるわみたいな状況に陥ったりするじゃないですか、する方もいると思うんですね、動画見てる方っていうのは。であればその例えばこうやってさ、僕復帰してあんまり時間経ってないんですけども、それで作って、ね、レジェンダリーにこう対応できてるようなビルドと、まあ、立ち回りの仕方、皆さんのサポートの仕方みたいなのがこうやって動画で見れれば、あ、これぐらいでもね、レジェンダリーいけるんだみたいなふうに思ってね、見てもらう。僕はあのビルド研究者であって、あの、なんだろう、プレイヤースキル的なね、あの、なんだろう、プレイヤーではないんで、だから本当にね、なんかスキンがさ、少なくないですか、俺、あの、白衣、研究員のつけてるあの白衣あるじゃないですか。あのはじめ社長が着てるようなやつ、あのペラペラあれがあったら俺あれ着てると思いますよ。戦場にあの博士のさ研究所にいるような人たちの服があればいいなって思いながらいつもね見てるんですけどね、あの白衣があればね研究衣っていうか結構面白いですね。ビルド研究所みたいな感じでねちょっと2人でやってるんですけどね。はい、そろそろ終わりですね。リーダーが出てきます。このリーダーが僕ね知らなくて、毒が必殺技みたいなやつっていうか、ね、これがねちょっとビビりましたね僕。そう、こいつがなんか上でさなんかマーク貯めてたりするんですよ。後ろに背負ってるなんか毒の爆発したみたいなしてくるやつとかね。これが近くにいるとね相当タフくなかったら一発で死んじゃうみたいな設定ですね。あのマークが溜まるとバフってなんか光る、これ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 、この赤いやつ、これだけ本当皆さんに気をつけてね、まあ分かってるよって人いっぱいいると思うんですけどね、一応ここで食らっちゃうとさ、あの野良パーティーとか入った時に、なんであいつってなっちゃうかもしれないんで、ちょっと気をつけていただいて。でメシアの立ち回りとしてはやっぱショック入れてデリバリーエクスプローシブをこうやっていくのと、あとはこの特殊弾ね、特殊弾を落っこちてるんで、それをまあ使ってちょっとボス用に取っといてあげるとか、そうそうこれこれこれ、何これ、これが本当知らなくて食らっちゃったんですけど、僕ワンパンなのね、すいませんね。そうそう、やっぱ食らわないとさ舐めてかかっちゃうから一回こうやって失敗しておくのはねいいことかもしれない。欲しい。まあ、皆さんはこの動画見たことによってね一回経験したっていう、僕が代わりに経験しておきましたってことで皆さんよかったですね、はい、でキキちゃんに助けられると、そうなれればいいんだよ、はい、で2発目を食らうっていうね、ちゃんとこうオチをつけるっていうところが大事だと思いますけどね、はい、冗談ですけど、すいません、こうやって迷惑かけないようにしましょうね皆さんね。でなんだかんだ言ってこうやってあのボスのね対策が練られてない状態でも近いんじゃないの、まあ頑張ってね、
こうやってレジェンダリー頑張ってクリアすることができますんで、皆さんね、お友達とね一緒に頑張ってください。ありがとうございます、はい、じゃああと1分ぐらいで終わるかな。結構このボスがタフいんで、今みたいに倒されないで、あんな感じなんだ。そう、今やって理解しましたね、白瀬くん。ただあんま遠巻きになるとメシアは破壊力出ないんでね、ちょっと近づいてデリバリーエクスプロシブをガンガン的にね乗せていくっていう、手段、ショックトラップやってやっていく、あるいはこうやってねランチャーもしっかりいって、少しねビビたるもんですけど火力に貢献するってことを忘れないようにしましょう。バババババッとこんな感じね、バババババッと最後なんでね、全部使っちゃいましょう、もう出し切っちゃいましょう。で投げてエクスプローシブでスティンガー入れていく、はい、でまだねこの時はいつあの毒出してくるのかよく分かんなかったんでね、あんまり接近できなかったですけど怖くて、こんな感じで、あもういけるぞってなったらこうやって近づいて、いいだろう、マインをどんどんねボコボコだぜ、エクスプローシブやったりショック入れたりチャンキケで、チャンキーがしびれていくって言ってたんですね。はい、こういう感じで。ってことでね、まあ、メシアでレジェンダリー行ってみましたけど、ちょっと次は新しいね、5点盛りのレジェンダリークリアした動画もありますね。よかったらその時もご視聴していただけると思います。ね、ではまたお会いしましょう。バイバイ。死んでる可能性あるよね。どうもお疲れ様でした。ここで私からのお願いです。ではチャンネル登録ボタンをポチッと押していただいた後にベルマークの方もポチッと押してください。これでまた私とお会いできますね。ありがとうブラザー。